はい、こんにちは、文豪です。今日は、品川の方で行われていますフラットというですね、展示会に来ています。主にね、小さなベンチャーメーカーが多いですけれども、小さな文具メーカーがいっぱい集まってですね、みんなで新商品だったりとかいろんなものをですね、発表して情報を交換している会になります。去年もレポートはしたかと思いますけれども、今年も見ていきたいなというふうに思います。入ってみたいと思います。ラダイトさんのブースです。今回はもともとうちは帆布、こういう生地物が強いんですけど、今までこういう原色系を出してきたんですけど、まあ、今流行りのちょっとくすみカラー、春先に出した商品がこの2色で、これがちょっと今結構大ヒットしてまして、で今回新色でピンク系の色味とベージュ系の色味、この2色を新たに発売します。なのでこの辺のこうくすみカラーが一つ今回の目玉ですね。定番の形でボート型とボックス型と若干マチのついたフラットな形、この3型。新しいのがこの磁消し板を大元にちょっと作った商品になります。ステンレスでちょっと黒と白に塗装している商品になるんですけど、まあ、ちょっとテンプレートの要素と、あと見えづらいかもしれないですけど、ちょっとスケール定規がメモリがついてて、定規の機能も持たせてます。細かいところを消したいときに周りが、ね、この辺を消えないようにっていう形 で、はい、なるほど。で、テンプレートの要素もついてます。定規の要素もついてますという形ですね、うん、シャーペンの新ケースですね、うん、でちょっと前に出した商品なんですけど、第1弾が2色でシルバーと黒出したんですけど、それは結構瞬殺でなくなるぐらい大人気の商品でして、うん、まあ、それの第2弾で少しアルミの厚みを持たして、ちょっと重厚感を持たした商品になります。でこれもちょっと前から発売してるんですけど、全部の色味は5色になるんですけど、オールブラックっていう色味が売り切れちゃってて、人気ありすぎて。そうですね、はいはい、まあ、そのぐらい人気のある商品ですね。ちょっと前に出したシャーペンなんですけど、はいはい、まあ、振って芯を出すタイプで、まあ、消しゴムはこう回して出すタイプ、はい、でここまでゴムで作ってあるんで、こう書くときに当たりが柔らかい商品ですね。今日ちょっと今黒しか持ってきてないんですけど、白と黒の2色になります、はい、ちょっとレトロな感じでちょっとメカニカルな名前を付けたいなっていうところで、うん、帝国エンジニアリングっていう名前をちょっと採用してます。フェアリーテイルフラワーズさんのブースです。ペンにつけるアクセサリー、ペンカフというものをハンドメイドで作ってご案内しております。ペンカフ、はい、はい、ペンプラスカフで点カフです、はい、あの、はい、カフスボタンのカフですよね。そうです、そうです、はい、あの主にユーザーさんは万年筆のユーザーさんが多いようなんですけれども、お手持ちのお気に入りのペンにおしゃれをしてあげるというのがコンセプト、うん、なのでペンに装う、ペンにまとうというのがキャッチコピーになっております。点カフそのものはマニキュアとワイヤーでできております。すべて1本のワイヤーを切り出すところから始めるハンドメイドの作品です。季節のお花のモチーフですとか、ちょっと特殊なものだとここら辺はガーネットを使っていたり、ダブレットストーンといってホワイトシェル と、レモンクォーツを貼り合わせた天然石のカボショなんですけど、そういうものを真ん中に置いていたりっていうような、ちょっとハイラインのものも使っております。こういう風になってます。ここに切れ目が入ってますので、うん、入れていただいて、うん、太ければ入れるときにちょっと広がって広げ、はい、緩ければご自身でフィットするっていうことが可能です。販売店を絶賛募集中でして、うん、神戸の三宮長沢文具センターのペンスタイルデンさんで一箇所だけ販売はしておりますけれども。ピクスさんのブースです。真鍮とか革、あと木とかの手触り感がある文房具とか、あとインテリア雑貨を作ってます。日本国内の職人さんとか工場さんとかに頼んで作っていただいている企画製造販売のメーカーです。ウッドホテルキーといいまして、キーに箔画をされてるんですけど、あのホテルのイメージしたあのキーホルダーになってます。木材とあと真鍮を使って、天然の木材ですので、木材によって色が違って、あの無垢ですので使っていくうちに経年変化でいい味が出てきます。ウッドとあの真鍮のキーホルダーなんですけど、こちら裏面が、彫刻ができるようになってまして、はいはい、お好きな数字とかアルファベットが彫刻できます。
漆の紙、和紙を使って。これは和紙に漆を塗ったものなんですか？あ、そうです、そうです。手すきの和紙に漆を塗ったものです。はい、はいはい、これは手すきの和紙に、柿渋の加工をしてます。でそれを革に貼ってベースになってるのは革のケースで、その表面のところには和紙が貼ってあると。で、はい、そうです。これは柿渋をやってあるやつ。柿渋和紙ですね。はいはいはい、はい、ちょっと経年変化でだんだんいい色が出てきます。でこちらが漆の和紙を貼った革ですね。でカードケースです。すごい独特の質感ですね。そうですね、こちらが漆、これも漆です、はい、なるほど、はい、これも漆なんですけど、はい、漆でこんな青い色も出るんですね。そうなんですね、はい、ちょっと結構珍しい色、はい、わかるかな、伝わるかな。和紙のすの目がちゃんと見えてますよね。そうですね。ただ漆の方はちょっと防水も兼ねてますので、はいはい、水に少しは強いです。なるほど、はい、うん、こちらなんですけど、はい、高岡の伝統工芸士さんが、はい、真鍮を腐食させたり、はい、煮たり焼いたりしながら変化させた板が貼ってあるアルミのカードケースです。この表面の板の部分が真鍮を腐食とかをさせるとこういう形になるんですね。でまあ一個一個違った色が出る感じですね、はい、でこちらそうですね、上に貼ってあるのが全部真鍮だったり銅だったりなんですけど、うんうん、はい、すごいなんか結構不思議な、はい、こんな色になるんです、ね、なんかちょっと古そうにも見えるし、ね、なんかでもそうでもないような感じもするし、そうですね、なるほど、同じ感じなんですけど、はいはい、真鍮のボールペンになります。こちらも真鍮の普通にカードケースなんですけど、うん、無垢ですのでだんだん経年変化して、はい、ちょっとくすんできたタイプですね、はいはいはい、このものを逆さにすると一輪挿しになります。あ、なるほど。ワイヤーが曲がるので自由に形を変えていただいてアクセサリースタンドにしたりとかできます。コート手とか、はい、ケースにもなる、真鍮のシャーレをイメージして、こちらは真鍮をちょっと火入れしまして、うん、なんかちょっとアンティークっぽくなっている加工で、うん、こちらは真鍮を錆びさせた錆です、うん、でワッカジャパンさんのブースです。和紙の商品を取り扱ってまして、はい、うちはですねデザイン事務所なんですけど、はい、和紙専門の企画デザインの会社なんですが、和紙の企画デザインもしつつ和紙の販売もしてるっていう形で、今回ちょっと 1% のデザインっていう風にしてるんですが、うん、うちがデザインを新たにつけてるものもあるんですけど、はい、基本的には製紙会社さんが作った和紙をそのまま生かすっていうことを大事にしていて、はい、素材感とか色とか、もともとある和紙の良さを引き出す商品展開っていうのを大事に商品作りをしています。例えばこの辺のこれはお茶のお茶っ葉をすき込んだ和紙なんですけども、表裏でですねちょっと配合が違う茶葉をすき込んでるので、表側はグリーンが濃いんですけど裏はちょっと白っぽくなっていたり、これは表面にこんにゃく糊を塗ってもみ加工してるちょっと強さのある紙だったり、割とこうなんて言うんでしょう、和風な和紙っていうよりも素材感のあるナチュラルな紙っていうのを中心に取り扱いをしています。結構手すきですか、ここらに。手すきもありますし機械すきもありますし、特にこだわらず、その手すきなのか機械すきなのかっていうことにこだわらず、風合いが面白いものとか実際書き心地がいいものとか手触りのいいものとかっていうことを重視して仕入れてるので、紙自体問屋さん通さずにほぼほぼメーカーさんから直接紙を買い付けて、で商品化しているんですね。なのでどういう原料を使われてるかとか、どういう製法で作ってるかっていうこともだいたい把握しているので、そういったことを質問されても答えられるっていうのがうちの強みになります。結構皆さんが一般的に思ってる和紙って書道用紙の半紙だったり障子紙だったりっていうぐらいのちょっと狭いイメージがどうしてもあるんですけど、意外と和紙っていろんなテクスチャーのものとか色合いのものがあるので、
そういうものを知っていただく、まあ、きっかけの一つになれたらなっていうふうに思ってます。これはタコです。タコあ、なるほど。すごい簡単に上がるんですよ。なるほどなるほど、タコなんですね。タコなんですよ、はい、面白い。このタコ自体、はい、この、 タコ専用の和紙っていうのがあって、はい、この和紙を機械好きで作ってる会社の社長が、まあ、タコがすごく好きな方で、その社長が作ってくれてる。面白い、はい。あとこっちの方はそれを、はい、まあ、筆記用ですね。はい、これが、はい、新登場の一筆線で、うんうん、和紙って表裏で書き心地が違うんですね、うん、裏表が結構はっきりあるんですよ、はい、でそのことをちょっと強みにとって、うん、まあ、表側から書くとサラサラ、うん、裏側から書くとサリサリとしたこう書き心地で書けるっていう、表裏で両方の掛け心地が楽しめる一筆線として販売しています。で、書道半紙なんですけど、にじまないので万年筆で書いていただいても、ガラスペンとかで書いていただいてもにじまずに使うことができる。で、色がこのきなり色の紙と、うん、白の紙と2種類の展開になっています、はい、でこちらがはい、オリジナルの筆ペンで、うん、まあ、和紙をこうもっと使ってもらうきっかけに増やしたいっていうことで、まあ、書道の道具ってなかなか高額なものでは魅力的なものがたくさんあるんですけど、筆ペンっていうと本当プラスチックのこう機能的なものっていうなってしまって、なんか楽しんで使うような書道具っていうのが少ないなと感じていて、で、まあ、大人の人が例えばガラスペンを使うような気持ちで楽しく使える書道の道具があると、まあ、紙を使うきっかけができるんじゃないかなっていうことで、第1弾筆ペンをオリジナルで作ったんですね。これ自体は去年の8月から販売しているんですけども、うん、カートリッジ式で、はい、こうこの穂先にカートリッジを刺して使うことで、まあ、なくなったら新しいのに変えていただければいいので長く使うことができます。これ実はコンバーターを他社さんのものなんですけども、うん、刺すことによってインクで書くこともできるんですね。万年筆と同じようにインクを入れていただいて、こう水彩筆ペンのような形で使うこともできるっていうのは、万年筆に入れられるインクでしたら固まったりはしないので使っていただくことができるという商品です。なかなか筆ペンにインクが入れられるのってあまりないので、なんか新しい使い方をしていただけたらなと思ってます。ロンド工房のデュンのブースです。こんにちは、デュンの荒川です。ありがとうございます。今回はまず、まあ、去年発表させていただいて大変好評いただいたのは M5 のアクセサリー系ですね。変わらず2つ折りであったり、ペンホルダー付き下敷きで、あとはポケットになっているようなお財布的に使えるようなものであったりっていう M5 の周辺グッズっていうのを作りました。まあ、これは製品であるんですけれども、今回ちょっと完全実験プロトタイプ品っていうのがありまして、はい、デューンの革を張ったガラスペンのケースっていうのを今実験で作ってます。はい、こんな感じでカパッと開いて5本入るっていうやつを用意してるんですけれども、ここの中のアタッチメントちょっといろいろ入れ替えれるのを作りたいなと思ってて、太軸用とか細軸用とかインク入れれるとか、なんかそんなんをやって、外側はだいたいこういうケースってフェイクレザーなんですけど、やっぱ本物の革を張って高級感のあるものを作りたいなというふうに思っております。磁石がここに入ってるのでかなりパチンとなるので、カバンの中でも安心して持ってるんじゃないかなっていうのをやろうとしています。まだこれプロトタイプなんで、ご意見皆さんお待ちしてますんで。だからガラスペンって、はい、なんか形とか太さとかいろいろあるじゃないですか。はい、いろいろあります。なかなか難しいですよね。そうなんですよ。なので、はい、ここ変えるシステムありやなと思って。なるほど。それはちょっとやりたいなって今思ってます。自分のがうまく入るようにしないとね。そう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 。だからコメントとかね、これも入れれるようにしてとか、これのケースがないねんとかあったら、ぜひデューンのツイッターかインスタかなんかでわーっとこうメッセージなりなんなりいただけると、今ならその意見が採用されやすいので、ぜひコメントをいただけると嬉しいです。ということなので、視聴者の皆さん、はい、ぜひぜひってことだよね。そういうことでございます。はいはい、これはまだ試作品というか、試作、完全に試作品ですね。ってことです。デューンのガラスペンケースっていう名前で多分売ると思います。でもなるほど、はい、
でございます。こちら完全新商品でございます。イナホファニチャーさんのブースです。モイデイ、思い出の子供服とか洋服を簡単にインテリアにできるキットの販売になります。自分で作るんですか？そうですね、こういうキットになってますんで、両面テープ貼ってますんで、こちらを服の好きな場所に貼り付けてもらって、ハサミでカットしてもらって組み付ければこういう感じで。なるほど、これ額縁みたいになってるんですね。そうですね。これとかもそうなんですか？これは袖の部分。あ、袖か。なるほど。袖の部分をカットしてもらったのをはめ込んでいます、ね。はい、あ、だから自分の古着というか、自分のところにある古着の思い出のあるものとかをリメイクする用のキットですよと。はい、思い出のものって取っておくんだけど、結局タンスの中にしまい込んじゃって見ないことが多いんで、だったら飾って置けるようなインテリアとしてリプロダクトしていただきたいなと思って。ここだと失敗しにくい感がありますね。そうですね、うん、何の構成とかそういう技術もいらないですし、ハサミさえあれば。アイテムとしてはこの時計の大きいのとちっちゃいのが時計があって、ペン立てとかペン立て、メガネ立て、うん、トレーがあって、トレーが、これは鏡と、まあ、アクセサリーとかを置いておくように、はい、これブローチとか、ね、はい、もともと私、はい、オーダー家具の方を主にやっておりまして、その中の新しいブランドとして今回持ってきました。ダイヤモンドさんのブースです。スペインのブランドのフェスティナというメーカーのボールペンで、ここにジルコの石がついてるパーですね、はい、これを一応今後発売するという形で、うん、結構自重が強いので、書き味に関しては試し書きしていただいた方にはすごく書きやすいという。スペインのメーカーなんで、ね、そうですね、ツールドフランスのスポンサーとかをされてる会社さんですね。これ割とヌルヌル系の、はい、ね、柔らかい油性インクの感じですね。で、本体の自重が重いので結構ぬるっとした感じの書き心地がしますけども、はい、でクリスティナ、はい、うん、レディースラインとメンズラインがこちらにあります、はい、なるほど。いや、でも後ろのところのノックが刻印がちょっとかっこいい。ここノックじゃないの？はい、それはもうあくまでダミーという形で。ダミー、はい、はい、デザインの一つになってました。あ、なるほど。ということで、これは実はこの銀色と黒のところの境目がツイストになってますということですね、はい、で、こんな感じです。こっちも結構しっかりした重量感、 30g ぐらいあるんですかね。結構重いですね。太さもそこそこあってですね、まあ、複合ペンのちょっと重いぐらいの感じのフェスティナ。いや、でもまだまだいろんなブランドがあるもんですね。そうですね、なんか知らないかったブランドが、はいはい、あとは一応秋ぐらいに発売する予定で考えているロットリングの鉛筆、はい、本国では発売されているのロットリングの鉛筆。そうですね、まあ、デザインはそのままロットリングの風合いと色味を生かしつつ、ね、小中学生、本国のドイツの本国の方では使っていただいているっていうふうにメーカーから聞いてます。この赤い輪っかがかっこいいじゃないですか。ちょっと600っぽい感じの、この雰囲気を醸し出す。ただ問題が黒だけ 2B で残りが HB なので、ちょっといろいろと聞いた中でHB はやっぱり日本ではかなり売れないということで、一応この黒だけを秋に発売する予定です。いや、あとね、はい、多分カラーリング的にやっぱりこのなんかこのやっぱロットリングファン、日本のロットリングファンってどっちかというとこの黒とか銀とかに赤でセイズシャープのイメージが強いじゃないですか、はい、これが人気出そうですよね、はい、あとはカステルミラノで、はい、新しい、はい、まあ、サイド柄がすごく綺麗なもののパンダ柄とキリンと、はい、あと象ですね、はい、でサイズがこの大と小のサイズがそれぞれ7月に発売する予定です、はい、これはね、前回も出ていたモデルですけれども、はい、この横のところのデザインが違うよって、このね、小口のところにね、ちゃんと綺麗な絵が印刷されているのが分かるところがまたかっこいいんですけど、イタリアのノートですね。サンディさんのブースです。新商品でラバースタンプマットといいまして、手帳とかの間に挟んでいただいて下敷きのような押しやすくします。ちょっとかっこいいインマット。そうです、直接ラバーに色を入れているのと、はいはいはい、印刷しているものと2種類の印刷方法 で薄さも手帳に挟めるように作ってますので、手帳にハンコを押すときにこれを下に敷いてもらって、はいはい、きれいに押せるというエリックさんのコラボ商品です。安定のエリックさんですね。そうですね、あのエリックさんコーナーがこちらの方にずらっとあります、はい、しかし ここら辺もそうですね。そうですね、こちらもエリックさんで、あ、このシーリングスタンプのセットもあるよ、はい、ということですね、はい、これも人気で、はい、こんな感じに押せるということで、
で、あの上からの金のマーカーで塗っていただくと、こういう可愛らしくできますので、はいはい、これが元の粒ですよね。そうですね、はい、こちらが3種類入っているんですけども、はいはい、これもエリックさんが選んだ2種類あります、はいはいはい、ご機嫌取りスタンプといいまして、ご機嫌取りスタンプ、はいはい、ちょっとあの絵画をもじってます。例えばこちらの方は、はい、まあまあ、牛乳を注ぐ女、そうですね、はい、まあまあ一杯どうぞと。あ、なるほど、はい、ビールを、これボナパルト、はい、アッパレで、アッパレ、ナポレオンですね、はいはい、ね、おつぼ広い、はい、ガッツだぜ、ガッツだぜ、はい、かわいい、はい、これいいですね。朝まで付き合うよって書いてある最後の晩餐、赤ちょうちんぶら下がってるところで、はい、あの最後の晩餐のキリストさんがいますけども、なかなかですね、なかなか、はい、有限会社新芽さんのアムツムグというブランドです。うちはあの畳を使って文具や雑貨を作ってるんですけれども、はい、畳のティーマット、それから後ろがランチョンマットですね、うん、とあとコースターですね。これはちょっと軽く洗えるシリーズっていうので、裏はデニムをペタッと貼り付けたりしてるんですけど、これをすることによって軽く水洗いができるっていうものになってます。石鹸でゴシゴシは洗えないですけれども、ね、汚れるものなので、前のは水洗いできなかったんですけど、ちょっと水で流していただくっていう風なことができる商品になってます。もうあの他の商品も全部そうなんですけど、いぐさに生地を貼り付けて作ってるものが多くて、この部分で特許を取ってるうちの独自の技術です。そうなんですか、はい、ブックカバーはこちらも中に生地を貼り付けておりまして、使うごとに柔らかくなってきて、曲がってほしいところだけ曲がって、すごく使い勝手のいい商品になってます。夏場は手汗もかかないのですごくおすすめです。ペンケース、ノートカバー、ドキュメントケースなど、文具コーナーがこちらですね。メガネケース、御朱印帳、もうこれは畳の御朱印帳です。畳の御朱印帳なので、畳べりで作った御朱印帳ケース、こちらも新しい商品で、これちょうど入るサイズなので、持ち歩く畳っていうコンセプトで、持ち歩く畳はい、もう畳を畳べりに入れるっていう、はい、こちらにあの D 缶ついてるので、お持ちのストラップなんかつけていただいて、はい、ポシェットみたいな感じで使っていただくこともできます。スマホケースですね、はいはい、まあ、お客様からのご要望で作り出したもので、はい、もう自社で全部あの畳もカットして作ってるので、いかにいろんなところに畳を使っていくかっていうことですね、はい、そうなんですよ。やっぱりどうしてもね、和室が減ってきている上に、はい、和室があってもイグサじゃなかったりとか、あと中国のイグサを使ってらっしゃったりで、国産のイグサがどんどん農家さんが減っていったりするんですよね。でそういうところをやっぱり守っていきたいですし、畳の良さを再認識していただきたいので、まず手元で身近に使って、やっぱり畳っていいよねっていうことで、この伝統を残したいなっていう思いがございます。ジーファさんのブースです。私どもはハサミを今作ってまして、はいはい、でまあ、どちらかというと子供さん用のハサミなんですけれども、普段はこうやって落ちないんですけれども、はい、使う時にはこのキャップのところを立ち上げられるんです、うん、でここを外して、まあ、使っていただくんですけれども、うん、普段ハサミってこういろんな上にいっぱい置いてあるから、うん、分かりにくくなるんですよね。でこれがスタンドが立ってるから誰か見ても分かりやすくて、でこのままスッと置いていただける。で普通このハサミってのはここで止まるんで両手で出すんですけども、これはもうここが不利になってるんで、使う時にもしまう時にも片手で使って出していただけるというのがこのケースの特徴なんです。でハサミそのものはここのところをこう減らしてるんで、人差し指を外にこう出して使っていただけますから、小さなお子さんでも力が少なくても力が入るというような構造になってますという機能を持ったハサミです、はい、株式会社文章さんのレッツステーショナリーグッズ、この間手帳の夏祭りでも紹介しましたけれども、透明な表紙のバイブルと、それからロッケツのバインダー、それからあと本革のペンケースですね、はい、イタリアンレザーの本革ペンケースで、このレザーは、はい、あのサスティナブルに対応したイタリアのレザー工場が舐めした革になってまして、本当にこれは素材勝負で、薄いのに12本から15本ぐらい収納できるのが特徴です。柔らかい質感で、うん、おとなしい感じではあるんだけども、うん、案外いっぱい入るよということで、はいはい、7月の中旬に発売予定なんですが、はい、私のシールコーデ帳という、はい、剥離紙を使ったシステム手帳に挟むリフィル、シールをこのようにこうマス手帳のように使えるというのが特徴になっております。あ、これはだから剥離紙っていうのはよくあのシールの裏紙になっていて、ね、剥がして捨てる側の、はい、あの紙の大きいやつだと思うんですね。そうです、はい、
なんで一応貼り付けはするんだけども、はい、剥がそうと思ったらあのシールを台紙から剥がすときと同じように綺麗にこうやって剥がすことができるので、はい、まあ、ノートに貼っちゃったら他にまた使えなくなるしっていう、そうですね、もったいない感を、はい、がなくていいと、はい、収集できるという。でこの剥離紙自体も 0.12 ミリと非常に薄いものを使ってて、剥離紙って剥離力っていうのがすごい重要になってくるんですけども、はいはい、その数値がもう絶妙にいいものを選んで作っております、うん、あんまり剥がれすぎるとね。そうなんです。それでマスキングテープが一応貼れるっていうのを基本に作っているので、うんうん、まあ、マスキングテープでもなんとかこう、うん、むしろついててくれるところが重要ですよね。普通だともうベロって剥がれちゃうんですけども、うん、マスキングテープも対応しているというのが特徴になります。剥離紙として性能を上げすぎると、はい、コレクションができないので。そうなんですね。あ、なるほど、はい、でちょうどいい感じにシールをコレクションできる紙だよということですよね、はいはい、英語とバイブルとミニ6の3種類で発売予定となっています、はい、株式会社大丈夫の、ミーニングノート、はい、この間もね手帳の、はい、夏祭りでも紹介しましたけども、フラットにも登場してますということで、はい、こんな感じですということなんで、まずはこのね、ミーニングノートの本の方を読むといいよということですね、はいはい、使い方が書かれているので、ミーニングノートの書き方、考え方、はい、全部書かれているので、はい、まずはこちらからお願いします。株式会社ロマンのアクロスです。作家さんを起用しまして、オリジナルで作っていただいたデザインをこういったクッションですとか合皮のポーチとかに落とし込んで発表させていただきました。合皮を用いて、はい、でインクジェットをプリントしてるんですけれども、はいはい、細かいところまですごくデザインがしっかりと入っているところが特徴となってます。 iPad とか入れれるようなこういった大きめのポーチですとか、マスクを入れたり大きめのポーチですとか、今までは雑貨で落とし込んでいたものをステーションの方にも落とし込もうというところで新しいアイテムをどんどん作っている感じになります。これは実はこういう最近だと SDGs とかサスティナブルっていう風によく聞くと思うんですけれども、ポチ袋になってるんですけれども、やっぱりこういったものも渡した後ももらった人が使えるようにっていうことで、小物入れとかにも使っていただいたりっていうことができるっていうところが一番特徴でおすすめのアイテムになってます。国企業さんのブースです。うちはもともと紙の卸売問屋をやってまして、卸売問屋のうちのオリジナルの紙がこちらのランデレードという紙とサンシルキっていう紙なんですけれども、こちらを基調としたペーパーブロック、スクエアな形とハーフサイズがありまして、それに合わせてテンプレートがあって底線が引けます。あえてちょっとガタガタした直線に引くテンプレートってあると思うんですけど、ゆる線を引けるものっていうのはなかなかなくて、輪線作るのにちょっとこう趣がある方が可愛いので、はい、ゆる線が引けるテンプレートを作りました。こちらのガイドによって合わせてこの紙を折っていただくとこういう封筒ができます。お手紙書いて折ってシール貼ってあげて渡してあげるとか、そういういろんなアレンジができるようになっています。パッケージがですねくるんであるだけなので、裸にしてしまうと紙がむき出しにこういう形になってしまうので、こういったケースに入れていただく、そのためのケースです。でいろんなグッズも一緒に入れていただいたりとかもできるんですけれども、マグネットでパチッと閉まるようになっていて頑丈にできているので、立てて本棚にしまったりすることもできます。こういう商品をシリーズで出してまして、あとは外に持ち歩くためのケースです。こういう形にちょっと入れてカバンに入れて持っていくっていう、デコっていただいたり絵描いていただいてもいいですし、中にいろんなものを貼り付けて持ち歩く、そういうことができるようなケースになっています。こちらはメッセージを形にしようっていうことなんですけど、もらった人がこれを折っていただくので、このメッセージを机の上にずっと置いといてもらうということですね。そういうメッセージが折り方が書いてあります。ハードなので結構紙が厚いですけど、鶴って折り紙だと厚い紙だと折れないじゃないですか。そこの部分をこの形に抜き取ることで鶴っぽくて、本当は鶴の折り方とは全然違うんだけど、見た目はすごく鶴に見えるようにしてます、はい、でなおかつ折り紙で折った鶴ってこう立たないですよね。そうですね、これはこういう形に平たくなって
ってるので、はい、あの座りもいいですし、でこちらがブックラッパーになってまして、はい、1つのパッケージに5枚のブックカバーが入っています。色は似てるんですけど質感が違う紙を入れて手触りを楽しんでもらいながら5冊の本をこう置くと結構インパクトがお部屋にあるのでお部屋のデザインとしてもこのブックカバーが寄与しますよっていう商品になっていてインテリアを意識しつつ手触りも楽しんでいただきつつというブックカバーになっています。はい、ということで ISOT に負けない盛り上がりを見せているフラットですが、面白いブースがたくさんあるので今回も1回では紹介しきれませんでした。ということで次回も引き続きフラットの出店ブース後編をお送りしたいと思います。お楽しみに。